今日はちょっとね、街歩きでもカラーを変えようかなと思っていて、暮らしをイメージできるところも撮っていこうということで、今日は中山公園を選んでおります。地下鉄2号線の中山公園、ローシャンガンルール、ウェイニングって、この3つの駅に結構日本人は集まって暮らしています。でどういう生活圏かっていうところをイメージできるような視点でね、今日は撮影していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。それではどうぞ。季節ごとにここの前って展示がいろいろ出てるんですけど、今は太陽系の惑星と春節用の服を着た白熊の人形がいっぱい並んでるのがとても可愛いんですよね。ここの公園のすごいところは犬連れでも来れるというところだと思いますね。で中国の多くの公園が犬が入れない決まりになっているんですよね。やっぱり糞の処理とか、犬と人間との噛んだとか吠えたとか、そういうトラブルがあるので、なるべくその人が使うところと犬が入れるところを分けるっていう方向性があるんですけれど、ラッフルズもたくさんレストラン入ってるんですけど、一番有名なのはね、ワンフアっていう、テラスカフェですね。あちらにアルパカとかミニブタとかね、飼育してるカフェでね、結構オーガニックの、養殖が食べれるねお店なんですが、あとは、ドクターカレーとかですかね、日式のカレーのお店なんですけど、甘くてコクがあって、最後ピリッとね辛みが効いてるっていうタイプのカレーが食べれるので、その2つが圧倒的におすすめな2軒ですね。このチャンニンルーを向こう側に当たろうと思ったら、こういう形でぐーっと駅前の大きい交差点まで移動しないと、こう信号がなくて渡れなかったりとか、タクシー呼んだりする時も呼ぶ場所間違えると本当に捕まりづらかったりするので、だいたいギャオトをしないといけなかったり、展開しないといけなかったりするので、ここが結構ね中山公園の落とし穴なんじゃないかと思っています。食べに来たオフィスワーカーの人でとても賑わってる時間帯ですね。日本料理が多いので、特に単身者がね結構中山公園は多いっていう印象があるなと思います。せっかくなので私も何か食べたいなと思っているんですが、何でもあるから逆に迷っちゃう。お昼はサンサインにしてみました。中山公園横丁に来たので、日本食のお店に入ろうかなって初め思ってたんですが、中山公園が予想外に日本人が多すぎて、
で日本語で話しながら撮るっていうのがねすごい照れてしまうのでもうやめてやっぱりご飯は中華食べることにしました。でもね見かけても普通に声かけてください。嬉しいので喜びます。はい、いい感じで食べたいと思います。いただきます。ではねある程度腹ごしらえが済んだのでまた歩いていこうと思うんですがね、こんなね、モールどこが好きとかね、どこで何食べれるみたいな話を取るのが別にね、今日の目的ではないんですよ。で、今日はね、ユイユエンルーに向かっていきたいんですよね。で、上海って、パリとかね、ニューヨークよりも、実はカフェの数が多いって言われてるんですが、このカフェストリートのうちの一つがね、ユイユエンルーとなっております。歩いて行っても、ユイユエンルーの入り口の方には入れるはずなので、そこに向かって今から歩いていきたいと思います。やっぱり改めて思うと十二支でもねそういうアートとかデザインとかに向いてる可愛いビジュアルの十二支とそうでないのってやはり明らかになんか差があって、その点でねやっぱり虎ってアドバンテージあるなって思いませんか。でなんかね厄年で言うとその年女とかね年男になると中国は厄年になるらしくって、で私この前33の時にね翻訳、日本の翻訳もあって、今年も厄年が来てて、なんか日本と中国両方行き来してると、親が常に厄年に見舞われるなと思って、今年もなんか恐ろしいことが起こるんじゃないかと思って、ちょっと怖いんですけど、まあそれもね、気の持ちようということなので、笑い話です。本当に、なんか子供用の図書館っていうのがあって、どういう場所なのかちょっと気になるので入れるか聞いてみましょうかね。ちゃんとこう子供用の椅子もあるから自動書ですね。すごい冊数。厳重字多分英語なんだ。すごい寒い日だったので本当に手先感覚なくなるぐらいまでちょっと外にいて撮りながら鼻もさっき赤くなってたと思うんですけど、まあ、その中でちょっと撮ってます。ロンカンルジュールルあとここのユイエンルっていうところが、まあ、メインなところなんですが、日本人だと日本線沿いに住んでるご家庭がすごく多いので、その我々にとって一番来やすいねカフェストリートだったらユイエンルになるかなと思います。で特にコロナ以降子育て世代の方が増えましたので、さっきのアルトントゥシューブは寄ってからねこういう場所をご褒美でカフェを利用するみたいな楽しみ方もバランスが良くていいかなと思ったのでね、ちょっと自分としてもちょっとまた子供と来たいなと思ってます。希望としてはあと1箇所だけどうしても売りたいところがあるので、そこだけ最後締めに寄ってみて終わりたいと思います。はい、終わりにしたいと思いますよ。行きましょう。
今すっごい整備が進んでいて、なんかバラックみたいな工場しかなかったんですけど、なんか全部それもなくなって全部ね遊歩道に変わってしまいました。はい、ということでいかがだったでしょうか。本日はね、中山公園編とはしたんですけれども、ローシャングアンルーからジャンスルーまで幅広く歩いてしまったので、まあ、結構大きな、ね、エリアで見てしまったところはあるんですが、まあ、主に日本人が生活圏として住んでいる場所が見えるようなね、自分がこれから住む街エリアのイメージがちょっとでも湧くようにっていう、ね、視点で切り取ったつもりです。少しでも参考になったら嬉しく思います。ということで本日の動画は以上になります。内容がいいねと思いましたらいいねボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。ピーランドフェンスメン3連射ケイボジアイオアハマナマロシャイチーシューピンジェンバーバイバーイ。